はい、どうも、キータです。ということでね、本日2年ぶりに、森田さんとついに、ホークスとオリックスを観戦しに来てまいりました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、森田さん側の方の動画でもね、触れてると思うんですけど、まあ2年前の、代打、長谷川、丸ホームラン、あれ以来のね。思い出してかもね。いやマジであれ個人的に伝説の試合になってるんで、ちょっと今日ねあれを超えるかどうかって言われたら厳しいと思うんですけど、まあ、とにかく勝ってほしい。千賀さんなんでね。で加えて、まあ、僕はちょっと今年現地見に行ったら絶対ギータがホームラン打つっていう、まあ、ジンクスがねここまであるので、まあいいや、ちょっと天敵全員おるやん今日。ギータ、千賀、ギータ、いや、俺僕もっすか。あれ、長谷川コーチ代打で出てきてるじゃん今日。いや長谷川コーチ代打俺です。さすがに長谷川コーチ出てこいん今日。ちょっと出てきてほしいですけど、ね、なんならまあそんな感じでね、ちょっと現地観戦楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん今日はちょっと苦いな。聞いたホームラン打てん。聞いた聞いたホームラン聞いたホームランはないやろ。ホームランはないやろ。マジで。マジで。マジで。あ？なんだった？なんと。ホームランはないやろみたいな。こんなことある？千賀相手に3点ですか？うんし。ホームランはないやろ。うんしいいね。またツイッター撮れんでもいい。いいな。あ、ダメだ。おっしゃ、イーター、あぶイーター、僕のせいじゃないですよ。違う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 。うわー、よっしゃー、よっしゃー、見事ー、よっしゃー、嘘だろ、よっしゃー、ゲッツーでしょ、おい、軍師ダメだー、ダメだー、わかったか、軍隊バレラのバレラの、バレラじゃない、バレラじゃない、その人がバレラのだったんすか。バレラ、大7になりました。バレラのホークスでした。マジな？いや、マジで？あかーん。めぐったチャンスを育てて掴み取れ、たくやりまで見せてやれ。ブルブルブル。よっしゃ！いやー！お、あ！あ！あ！リクエスト！リクエスト！もうマジミスすぎる。これはちょっとさすがに。ちょ、マジミスしすぎだろ。お笑い野球、いくらなんでもさすがにお笑い野球やな。どっちが大阪のチームか分からんぞこれ。ホークス元大阪のチームや。確かに。ああ、もう余裕セーブや。胃が痛い、胃が痛い。うわー、どうやろ、立て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 、去る去る。うわー、まずい頼め、まずい頼め。うわー、危ないって。もう何個にすんねん、マジで。何すかこの譲り合い野球。これが日本人の譲り合いの選手を荒らしてる大和魂です、これが。最高最高最高。おい、何してんねん、マジで。何個目でしょうか、今日のミスだね。よし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 、さすがや、さすがや。よしよし、ミスんなよ、ミスんなよ。もうハラハラさせやがって、もう疲れたもん。いやー、お互い疲れたな今日。いやー、もうどっと疲れましたよ。今、どのようなポジションか。間違いない。本当に疲れました。間違いない。いやー、両方疲れました。両方超疲れましたね。両方遠征です。そうですね。西から東から。両方、なんか中華地帯が大阪みたいな感じですか、で、これですよ。何回すんだよ、ほんま一緒行こう、絶対にこれ。
阪の球団なのかっていう、まあ、お笑いの本場というかね、うん、ねえ、まあホークスもともと大阪のチームだし、そうですね、なんかちょっと大阪を思い出したんかもね、今日ね。で、その本場を思い出した、うん、はい、お笑い野球を見せつけられて、はい、何オリックス負けてんねん勝つやろ、普通。僕も負けたと思ってました、私は。なんで負けてんねん。なんなら、まあ、一応勝った側ですけど、僕もなんかまだ怒り3割、4割若干残っちゃってるよみたいな。いや、まあ、ぶっちゃけ、ホークスの今日の、まあ、ゲッツー2つ取り損ねて、振り逃げ失敗して、はい、うん、これ、漏れたな、思ったで、ホークスさん、こんなプレーしてくれるんだなって。だもうね、譲りまくってましたからね、本当に。何をしてるんだというところだったんですけど。まあね、特に藤井君の時ね、8回裏ですね、なんかもうね、アキラが取って、セカンド送球して、ゲッツー取るかなと思ったら、今見取り損ねるし、で、まずそれでアウト2つ損してるでしょ、で、その後、ね、誰かしら忘れたけど、藤井君が三振取って、よっしゃ、今度こそチェンジやと思ったら、あの回転のボールが手につかずに、送球しても間に合わず、セーブ。で、これで3つ損してる。何藤井してるよ、このアウト取られたんだよ。で、その後ね、頓宮選手が、ね、タイムリーすかはずって、はい、これもイケイケのムードね。はい、中川選手、三振、散々ミスをしてもらい続けて、結局追いつけず、そこは追いつけられないよ。ホークス3エラーということでね、9回表シュート君バントミスしてたし、ちょっと上げれば切れないんですけど、まあ一応なんか、まあ、勝てたということでね、この2日間5分には、まあ、戻せたんで、まあ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 、まあ、まあ、いいんじゃないかな。いや、痛いね、そう考えてもやっぱこっちとしても痛いね。勝てた試合を落としてるわけだからさ、まあ、今日オリさんが勝ってたらマジでパリーグの体制が決まりかねなかったんでね、そういうところはやっぱ決め手にかけるというか、うん、今年のパリーグを象徴する試合ですよね、これは間違いない。この譲り合いの精神、はい、もう大和魂ですね、日本人らしい、まあ、そうですね、お互いなんか微妙な感じなんで、サウナ行きますか。今日のメインはサウナでございます。そうだね、サウナですからね。僕たち今日サウナに入りに大阪まで遠征してきました。いや、もう間違いない、水田野球見てるんじゃない。いや、もうおまけみたいなもんすからね。っていうか、野球がサウナの一部、プロ野球は、うん、まあ言うたらこの今日の試合には特に見るのが修行なるほどね、心のね、その修行をしてはい、はい、でサウナで体の修行をして、はい、でその後水風呂に滑って流して外気を気持ちよく、これもサウナまでの過程、この厳しい試合も、あ、プロ野球も一部だったんですね。ああ、一部一部。いや、もう学ばせていただきました。そういうことだったの。そういうことや、サウナの一部や、この試合。どういうふうに辛かったっすもんね。はい、ありがとう、ホークスオリックス、サウナのね、素晴らしい、お膳立てをしていただいて、素晴らしいお膳立てでした。じゃあ、行きますか。行きますか。行きましょう。えっ、どうぞ、どうぞ。